Take a chance and now so stand up, don't let it go. Don't give up now, it's your place to go.こんにちは。ツーリズムエキスポジャパン2014公式放送室にようこそ。さてこの番組は観光地としての各地域の魅力を掘り下げて語り合おうという番組です。そして今回は新潟県がテーマということで、公益社団法人新潟県観光協会から青木浩一様にお越しいただいております。よろしくお願いします。そして進行役は私三輪智代と申します。さらにアシスタントといたしましては、はい、2014ミスインターナショナル日本代表の本郷リラと申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてさらにゲストといたしまして、シンガポールで日本の食を中心に日本の地域を紹介しておりますおいしい TV プロデューサークロスコ株式会社池渕さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日は最終回の、うん、最終回、もう、はい、今日の最終回にふさわしい新潟県、大鳥でございます、はい、うん、見てくださいこれ、おいしい、おいしい、これ池渕さんね、このおいしいのプロデューサーなんですけどね、うん、SADO というこれサード、おお、この間私行ってまいりました。あらまあ、もうね、もうね住みたい住みたい、テンションがマックスの状態からオープニング行くわけですねもうね住みたくなりましたね。うわー、じゃあちょっとこの30分で皆様にもその思いを伝えてまいりましょう。伝えていこうかなと。はい、はい、さあそしてですね、今日はちょっといろんな方が駆けつけてくださっていますよ ね、 そうですね。じゃあもうちょっと早速お迎えしたいと思います。どうぞお願いします、はいはい、では自己紹介を。わしは上杉謙信公の居城春日山城からやってまいった越後上越上杉おもてなし武将隊の上杉景勝である。よろしくじゃ。いやーかっこいい。そしてはい、同じく上杉軍足軽つばめでございます。よろしくお願いいたします。おもてなし武将隊、そうですね、ねえ、はい、本来は何人かいらっしゃるんですよね。全員で現在は6名おりますな。その中からえりすぐりのお二方、そうですね、精鋭2名を、お精鋭2名をありがとうございます。さらにそちらの美女は、はい、越後長岡から参りました雪の女王の品川と申します。よろしくお願いします。雪の女王様、確かに透き通るようなお肌でございますけど、はい、そしてさらには皆様はじめまして、私は新潟市より参りました第5代新潟観光親善大使の今村香織と申します。よろしくお願いいたします。今村さん、よろしくお願いします。可憐なピンクのお衣装でね、ちょっと大変豪華になってまいりました、ね、池渕さん、またあの女性比率が高くなっていましたねいやもう美女に囲まれてということで、ね、何よりですねはい、さあ、まあ、早速なんですけどね、新潟県ブースも出展されておりますが、ブースではどういうことをご紹介というか、はい、今日明日はですね、今紹介しました武将隊、それから新潟市はじめですね、南魚沼佐渡、はい、上越の方から来ている皆さんにですね、いろんなイベントをやってもらってます。で今日もですね、10時半から、はい、金塊つかみとかですね。金塊つかみって何するんですか、はい、佐渡のですね、佐渡は昔金山があって有名なところなんですけども、はい、それの名残でですね、はい、金を、7.5 キロぐらいの金をですね、実際にこう掴んで持ち上げてもらって、アクリルのケースから取り出すとですね、成功して、まあ、金箔のティッシュペーパーをもらえるという、そういう、まあ、イベントを、金塊に見立てた何かをつかむことに成功すれば、はい、金色のティッシュペーパーをプレゼント。金の、うわ嬉しい、それは、はい、
まあ、そういったものとかですね、はい、あとあのガラポンとか、じゃんけん大会、クイズ大会、じゃんけん大会、はい、クイズ大会ってこれ漏れなくなんかそうですそうです、ね、はい、商品がついてくるような、もうあの新潟の地酒とかですね、ちょうど今年取れたて の、 あの魚沼産のコシヒカリとかですね、はい、嬉しい、そういったものをプレゼントしてます。まあ今日はね残り時間もわずかですけど、明日もやってるんですもんね。明日もですね、10時半から15時30分まで、都合9回ですね、いろんなイベントをやりますんで、ぜひあの新潟県のブースにおいでになってください。そうですね、会場お越しになったら寄らなきゃ損って感じですね。そうですね、ね、あと、まあ、テーマとしてはどういった、はい、あの新潟県はですね、あの馬先尻新潟ということで、新潟のですね、はい、馬さをぎっしり詰め込んだ、キャンペーンロゴ、タイトルでですね、売り込みをしてまして、このハッピーのところにもですね、ここにあの、はい、10品の新潟の美味しいものが、そう、本郷さん、さっきね、はい、あの聞いたんですけど、はい、このハッピーのこの、まあ、マークの中に、はい、10個の新潟の美味しいものがぎゅっとぎっしり詰まってるんですって。ね、それをシンボルとして、はい、そうですね、ね、されてるわけですよね。はい、PR に使っているっていうことですね。はい、じゃあやっぱりその、まあ、これからぜひ足を運んでもらいたいところをブースに来た方にはご紹介したりとか。そうですね、ちょうどあのこの後ですね、10月になりますと、いろんなイベントが始まるんですよ。はい、近いところですと、そうですね、新潟のですね、県央地区のあの燕三条のエリアっていうのがあるんですけども、はい、そこはもともとですね、洋食器の、はい、製作とかでですね、もう日本一のところなんですけども、はい、そこでですね、工場の祭典といいまして、これはあの普段ですね、工場で工場ですから、はい、見学とかに開放してないんですけども、はい、この期間中だけですね、特別に工場見学を含めていろんなの体験をやってもらったり、10月2日から10月5日まで、10月のですね、2日から5日までの開催になります。じゃあこの間は工場はちょっと休止というか、工場をやりながらですね、やりながら受け入れしていただいたり、その一連を見ていただける、はい、普段見れない、制作工程とかですね、すごい貴重ですね。1年に1回とかそういうの、1年に1回です。昨年から今年に2回目、これを逃すとまた1年、ね、待たないと貴重。そうなんですよ。で、まあ、こういう、ね、その後ね、祭典があったりとか、はい、あとはですね、長岡でですね、はい、美酒巡りっていう長岡のですね、長岡もですね、10月4日なんですけども、越後長岡酒の陣っていうですね、長岡市役所のあおれっていうところで、イベントをやるんですけども、それに合わせてですね、1ヶ月間に、地酒とですね、はい、おつまみがセットになって1500円のチケットでですね、おチョコ6杯に おつまみが2品ついてる、これをですね、期間限定10月の1ヶ月間ですね、長岡市内の、指定されましたあの裏の方の料亭とかですね、はい、こういったところで召し上がっていただくことがあります。わー、はい、なんかこう味比べもできますし、いいですね。そうなんですよ。で最後ですね、はい、その味比べの仕上げにですね、仕上げに、はい、10月の4日5日にですね、はい、弥彦でですね、はい、グルメグランプリ、国際ご当地グルメグランプリというイベントをやります。でこれもですね、弥彦駅の前の会場にしましてですね、まあ、期間中だいたい7万人から8万人ぐらいの規模で、かなりの、はい、ぜひ、これを機会にですね、はい、新潟の美味しいものを食べに来ていただければと思います。へえ、新潟の美味しいもの代表っていうとどんなメニューがあるんですか？そうですね、まあ、B 級グルメからもう高級料亭まで幅広いんですけども、今の時期ですとですね、やっぱり一番取れたてのお米です。お米ね、はい、もうお寿司も美味しいですし、はい、お寿司、はい、もうぜひ来ていただければと思います。ね、名物は、そうですね、地域ごとにですね、あ、やっぱり地域ごとに
はい、で例えばあの新潟の北の方の県北に村上っていうところがあるんですけども、うんはいはい、その地区ですとあの鮭ですね、お魚の鮭、はいはい、これが、はい、あのこれから登場してきますから、うん、鮭料理なんかがやっぱりすごい、美味しそう、有名なところですしね、はい、じゃあもう県内いろんなところにいろんな名物があって、そうですね、もう本当に新潟の食の宝庫ですんで、いつ来ていただいてもあの皆さんに満足してお帰りいただけると思います。お酒のおつまみで代表的なのもあるんですか。そうですね、さっきのその、ね、18の蔵からお酒飲み放題の、はい、っていうイベントもあるっておっしゃってましたけど、そうですね、もう本当その地区ごとにですね、うん、あのいろんなあの名物料理を作ったりしてますし、うんうん、またあの新潟のですね、あの県の旅館組合さんというところがあるんですけども、そちらの方でですね、あの地酒の宿っていう取り組みをやってます。地酒の宿、はい、でこれはですね、ご宿泊いただいた、お客様にですね、あのその宿がですね、宿に、これちょっとちっちゃいんですけどね、あの、はい、地酒の宿っていう取り組みとかやってまして、うんはい、あのその地域のですね、旅館にある地酒、あの酒蔵ですね、うんはい、そこのお酒を使って、そのお酒に合うですね、うん、おつまみをセットでもうご提案して、そういったものをやったりとかですね、うわ、はい、いろんな取り組みをやっておりますので、どこに泊まるかでまた、ねでね、楽しみが広がったりとか、はいはい、いややっぱりね、こうゆったりと楽しめそうな、そうです、ね、ありがとうございます、イメージがありますよ ね、 で、 すね、でまさにこれからの季節がそのすごくイベントが多くて、はい、ね、盛りだくさんですね、うん、今聞いた中で まだあるんですか、イベントって。いや、まあ、年間通してですね、あの、うん、イベントってすごいいっぱいあるんですけど、今主だったものだけちょっとご紹介させていただきます。なるほど、今のが、まあ、これからぜひ、ね、はい、おすすめのところなんですね、はいはい、ちなみに、まあ、今日はね、たくさんの皆様にもお越しいただいてますけど、はい、どちらかで演舞をされたりとかしてるんですか。新潟県ブースの方では我々の観光 PR クイズというものをやっておりまして、まあ、演舞の方はちょっと別のブースになってしまうんですが、JR 東日本ブースの方で5時から今日はやらせていただきます。そうなんですね、じゃあもう、まあ、もちろんね、この会場内でも演舞見せていただけると思うんですけど、新潟県内での活動もあるんですか。我ら本来であれば、上杉謙信公の居城の春日山城にて、まあ、本来同日祝日午後2時からと、やっておりますので、ぜひそちら現場の方に春日山城に来ていただいて見ていただきたいと思います。土日月、土日祝日、あ、土日祝 日、はい、そのお城は、まあ、皆様の演舞以外にも何か見どころってあったりとかするんですか。わかります。はい、やはり本丸から見た城下の景色ですね、はい、なるほどね、まあ、お二方はね、時代をタイムスリップして、そうですね、現代に来ていただいてるわけですけど、はい、本丸から見た城下町、はい、いいんですかね、景色。いや、もういいですよ、はい、歴史があるやっぱりお城。そうですね、はい、そして雪の女王様、はい、いつもどのような PR をされてるんですか。はい、いつも長岡市では、日本三大花火の一つとされている新潟長岡大花火大会と日本酒の紹介を主にしております。本イベントでは日本酒の試飲の体験ができるブースをご用意いたしました。本日の会は終わってしまったのですが、明日はまだまだ残っておりますので、ぜひぜひ皆様お越しいただけたらと思います。あの試飲は何種類ぐらいあるんですか。今回持ってきたお酒が3種類になります。3種類、はい、飲みやすい。そうですね、甘口のお酒だと飲みやすいんですが、辛口のお酒が得意だという方だったら大丈夫だと思うんですが、女性の方はあんまりって感じです。まあ、まずは飲んでいただかないとってとこですよね。はい、なのでぜひぜひ。しかもその大花火ってちょっと気になりますね。花火は何月ぐらいに。毎年8月の2日3日で行われております。
大花火というだけあって相当な、はい、2日間で約2万発の花火が打ち上げられます。2万発、はい、あ、ここにこれがちょっとですね、そのパンフレットなんですけども、毎年8月の2日、3日に、はい、日にち指定で決まってるんですよ。あ、曜日じゃなくて、もう2、3で、はい、2、3で決まってます。で、一番大きいものがですね、うん、ちょっと写真だと分かりにくいんですけども、これ三尺玉と申しまして、直径が、まあ、1メートル弱でですね、8メートル打ち上げる玉がですね、はい、約1メートル弱です。玉が1メートル弱、はい、1メートル3弱ですから。ですごい高さがですね、約600メートルまでの高さに上がります。600メートル、はい、でこれ開いた時の直径がですね、はい、650メートル、なんかもう想像がね、もうできなくなってる。スカイツリーの高さぐらいで、はい、開くと、直径が650メートルの花火が花を咲くという。うわー、はい、これ生で見たら言葉失うぐらい感動しそうですよね。そうですね、だいたい期間中1日50万人ぐらい、やっぱり、はい、全国からこう、そうですね、はい、お見えいただいてます。うわー、これはちょっと次ですね、次の8月。そうですね、まあ、これはフェニックスっていうですね、フェニックス、はい、まあ、に中越震災、長岡、はい、4年前にですね、震災になった、あ、10年前か、はい、10年前にですね、中越地震ということで、震災になったんですけども、それの復興を記念して、はい、作った花火なんですよ、はい、この横に連なった。そうです、そうです、長さがだいたい2キロぐらい、2キロぐらい、はい、で平原綾香さんのジュピターの曲に合わせて打ち上げます、はい、なんかロマンチックでありながら、幻想的でありながら、これもぜひですね、夏はもう長岡花火はぜひ来ていただきたい。そうですよね、はい、なんか初めね、これからの季節にぴったりのイベント情報をお伝えしてもらいましたけど、秋だけじゃないよと。もう一年中新潟は、だって春といえばまだね、チューリップも有名ですし、です、ね、今日はですね、はい、新潟のゆるキャラのですね、はい、花の小町にちょっと来てますんで、じゃあ花の小町さんどうぞ。花の小町さんの、はい、頭にあるのがですね、チューリップ。あ、かわいい、はい、すごい画面いっぱいに、わあ、かわいいですね。プロフィールとかってあるんですか、なんか。プロフィールですね、こちらの名前は、はい、花の小町と申しまして、はいはい、由来が新潟市のお花がですね、有名なチューリップ、チューリップ、はい、こちらをモチーフにした花のといった名字、あと小町というのは新潟の古町といった、うん、繁華街がございまして、こちらから取った名前で花の小町と申します。へ、はい、で職業はたまに芸妓を、芸妓さんを芸人、はい、やっているといったことで、お着物を着て、はい、はい、うわー髪飾りが印象的ですね。いつもいろんな場所を PR されてるんですか、新潟の。あ、そうですね、あ、私、ええ、あ、はい、一応全国、あ、北は北海道、南は沖縄までですね、なんか回らせて。魅力のあるポイントスポットありますか。あ、新潟市、ええ、あ、そうですね、新潟市はやはり港、水の都といったところで、日本一の大河の信濃川に面しておりまして、うん、はい、こちらにございます時めっせといった展望台がございまして、うん、こちらが日本海側で随一の高さを誇る125メートルの展望台、こちらからの、佐渡島ですとか淡島と、はい、見渡すことができますので、皆様ぜひ新潟市にもお越しくださいませ。出るわ出るわですね、素敵なところが。ありがとうございます。本当にね、ちなみに名物料理でお好きなものって皆様何かあるんですか。そうですね、やはりまあコシヒカリとか、日本酒はコシヒカリですとか、はい、日本酒はまあ割とメジャーなんですけれども、私が好きなものがタレカツ丼といいまして、タレカツ丼、はい、こちらは新潟市の、はい、まあ、B 級グルメ
と言われてるんですが、タレカツ、名前の通り、はい、タレにつけたカツ丼、どんな感じのタレなんですかそれ。通常、カツ丼は卵で揚げる、くるむと思うんですけど、はい、卵でくるまず、揚げたカツ丼を甘辛の醤油にさっとこうくぐらせて乗せたもののシンプルなものなんですが、もう噛めば噛むほど甘さが出てくる、非常に美味しいものでございます。美味しそう。ちなみに何かありますか、好きな食べ物。私は長岡野菜の神楽南蛮のを使った味噌が好きです。これがとってもご飯、白いご飯によく合うので、美味しい新潟のお米と美味しい長岡野菜の神楽南蛮を使ったお味噌、はい、最高です。これでご飯食べるのが、これが一番好きです。なかなかこっちじゃ食べられないですよね、きっと。そうですね。そうですよね、はい、何かありますか、はい、そうですね、やはり新潟は、まあ、お魚が新鮮ということで、それで海鮮系ですね、はい、そちらが私は好きでございます。はい、あれございますか。やはり上越には謙信勝負飯というご当地グルメがありましてな、上杉謙信の勝負に勝負強さにあやかったものでございまして、二段食いという握り飯を丼にそのまま食べる、そして上から出汁の汁をかけて食べるという、お茶漬けみたいなものですな、そういったご当地グルメありますので、わしが大変大好きでございます。いろいろありますね。池淵さん、なんか B 級グルメも、 B 級グルメになるんですかね。僕あの新潟県さんのブースに行った時にいたんですけど、はい、ブリカツ、ブリカツ、ブリカツ、ちょっと想像以上に美味しかったっす。もうやっぱ甘辛ソースなんですね、あれもね。そうですね、佐渡ですね、佐渡のブリカツ。やっぱりお水が美味しいからこそお米が美味しい、でお酒も美味しいし、そのおかずに合うし、もうまさにうまさぎしりみ型ですね。ね、ぎっしりと、うわー魅力的。アクセスもだってね。そうですね、まあ、来年のですね、3月の14日に今度あの、うん、上越妙高駅ってあるんですけども、はい、北陸新幹線が、全線開通します。で今まで、関西圏の方はですね、はい、なかなかちょっと来づらかったんですけども、今度は非常にですね、新潟もアクセス良くなりますんで、また今まで以上にですね、今まで新潟に足が遠かった方にもですね、新潟の方に足を向けていただければなというふうに思います。そうですよね、はい、待ち遠しいですね、3月14日、あれ、ね、ホワイトデー、ああそうですね、そうですね、そうですね。いやえ、本郷さん行ったことあります、新潟。私まだないんです、行きたいです ね。でもこれからは、そうなんです。ぜひじゃあ、はい、お見えください。ありがとうございます。そう、全然思ったよりもすごい近いんですよ。あ、書いてあったんですけど、東京駅から1時間48分1時間48分そうですね、2時間かからないんですね。もう全然早いんですよ。で思ったより本当だ、はい、書いてありますね。そうですね、新大阪から3時間22分。そうですね、はい、東京からもう新幹線30分機ぐらいにありますんで、はい、もうあっという間に着きます。なんかすごく気軽。そうですね、はい、距離以上にもう全然近さを感じますね。そうでしょうね、はい、いやでもなんかこう家族旅行とかで行きたいな、私。いいですね、ぜひ。そうですね、ちょっとさっき弥彦のですね、グルメグラン、国際グルメグランプリの時にちょっと一緒に出し忘れたんですけども、はい、11月からですね、弥彦の菊祭りっていうのがあります。はい、菊も有名。そうですね、これは観賞菊なんですけども、観賞菊、はい、これも約、まあ、25日間ぐらい、行うんですけども、期間中だいたい50万人ぐらい例年お越しいただいてます。なんかこのお写真で見るからになんか綺麗ですね。そうですね、はい、綺麗な半球を描いてて。そうですね、で近くには弥彦公園のもみじ谷っていうですね、はい、紅葉のもみじも非常に綺麗なところが あります。いいですね、紅葉、はい、もみじだけじゃないよと。そうですね、うん、はい、
もういろんなものがお楽しみいただけると思います。まあ、もちろん県内の方も行くスポットだと思うんですけど、そうですね、県外からもね、県外も多いですね。そうですね。そうでしょうね。うわー、なんか菊大きいんですか、普段普通より。そんなことない。あ、大きさ、この菊祭りですか。うん、すごいですね、こういうふうに乾燥用に。あ、なるほどね、はい、一本一本がとかじゃなくて、はい、菊でいろんなものを形取ってあって、そうですね、はい、大きいですね、観賞用の菊をですね、わー、はい、これまた違った感動があるかも。そうですね、まあ、この辺はね、ご年配の方にも、あ、そうです、はい、喜んで、はい、いただけるものかなと思います。いやー、いいなー、いろんなとこを見回って。そうですね、まあ、あと最後で新潟で芸妓遊びもできますんで、これは新潟のですね、古町芸妓っていう、はいはい、普段なかなか芸妓さんって敷居が高いんですけども、これはですね、新潟花町時代というところで期間限定なんですけども、1人2500円ぐらいのですね、非常にリーズナブルなお値段で、うん、芸妓さんのですね、舞を楽しんでいただけるっていう。わー、これはだって敷居高いですよ、普通に考えたら。もう非常にいいですよ。へー、まあ、期間限定なんで、日にちが限定されてます。芸妓さん、はい、古町芸妓さんとですね、の舞を楽しむ。なんか新潟のね、芸人さんイメージもあんまりなかったかも。でもね、日本で3番目ぐらいに確か古い、あ、はい、昔から、はい、ある、ね、はい、歴史があって、元々港町ですから、はい、まあ、皆さんご存知かどうかあれですけど、新潟県って昔日本で一番人口が多かったんです。へー、はい、そうですか、はい、やっぱりお米がいっぱい取れるっていうことですね、はい、港町、開港五湖って日本で最初に、5つの港を開いた一つでもあります、うん、はい、そうなんですね、はい、いやー、ちょっとなんか盛りだくさん、ちょっとまだまだね、お話聞きたいところではあるんですけど、うん、はい、ちょっとね、お時間が迫ってきてしまいまして、ありがとうございます。このツーリズムエキスポジャパン2014、うん、テーマが新しい旅が始まるということなんですが、ズバリ新潟県さんのご提案する新しい旅。そうですね、はい、まあ、おもてなしの旅、日本酒を使ってですね、新潟を おもてなししたいなということで、はい、おもてなしの旅ということで、新潟県を PR してまいりますので、ぜひ皆さんにおいでいただければと思います。ありがとうございます、ね、たくさんの皆様にも駆けつけていただいて、まさにこれおもてなしですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではちょっと最後となりましたが、本郷さんからちょっとお知らせがございます。はい、11月11日にですね、ミスインターナショナルの世界大会が日本で東京で開催されます。チケットをウェブで販売しておりますので、皆様ぜひ応援にいらしてください。よろしくお願いいたします。はい、応援よろしくお願いします。そしてもう一つご案内がありまして、この公式放送室の模様なんですが、ユーストリームを通じてフジテレビ会場の大型ビジョンジャンピでも流されております。ぜひですね、フジテレビにいらっしゃいます方、フジテレビ会場とツーリズムエキスポ、ビッグサイト会場などを、もうつなぎます無料バスが30分に1本出ておりますので、ぜひこのビッグサイトにもお越しいただきたいと思います。で、バスはですね、ウィラーエクスプレスなので乗り心地も抜群となっております。まあ、今日はちょっとお時間もありますけれども、明日も無料バス走っておりますので、ぜひお越しください。ということで、新潟県特集以上で終了させていただきます。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。